どうも皆さんこんにちは。おいどんはカズチャンネルことカズライダーでごわす。本日はですね、2022年8月19日バイクの日です。はい、ということでね、早速バイクに乗ってね、とある県に来てまいりましたよ。それはどこかと言いますと、じゃじゃん、見えない。そうです、本当は左先にね、桜島が見えてるんですよ。そうなんです、今日はですね、鹿児島県に来ました。はい、夏休みです。そうです、今はですね、226号線をね、指宿方面に向かってバイクを走らせております。しかもハンタロウでハンター株ですよ。久しぶりのハンター株。まさか京都からね、ハンター株に乗って鹿児島県に来たと思いの方、終わりじゃないですか。違うんですよ、それはですね、後ろに走ってるハイエースに乗せてきました。ハイエースに乗せてきて、奥さんの実家である鹿児島県の南九州市永町の方に向かってですね、バイクを積んでまいりましたけども、もうそろそろね、奥さんの実家が近くということでね、バイクを下ろしました。そしてバイクを下ろしたらですね、さっきまで雨が降ってなかったのに、何この雨みたいな、はい、そんな感じで、イントネーションもね、なまりながら、鹿児島弁チックに喋りながらね、久しぶりになまりながらお送りしようかなと思います。そうです、今はですね、ここ温水というところに来ております。温水からね、ここ永町というところに抜けますよ。この山道、ほんと久しぶりに通る道ですね。で、今回動画を回してる動画、なんでかっていうとですね、予告編をね、皆様にお届けできればいいんじゃないかなと思ってですね、動画を回しております。そうなんです、これからですね、鹿児島県に約1週間います。なので、鹿児島県のいろんなスポットをね、お時間が許す限りね、撮ってですね、皆様にまたね、お届けしたいなと思ってですね、予告編で先撮らせていただきました。まあ考えてるのはですね、せっかく南九州市に来たということですね、南九州市のツーリング観光スポット、指宿、山川、枕崎、川鍋、知覧とかですね、こちらの方を回りたいなと思います。それにしても雨が強いぞ、これ予告動画になるか。わあ、めっちゃ降ってきた。もうジャージーだし、もう適当な格好でバイクに乗っております。はい、まあそんな感じでね、いろんな動画をね、これから上げていこうかなと思いますよ。皆さん、南九州市永町ご存知ですか？有名なのがですね、永茶なんですよね。まあ、知覧茶という名前のブランドで売られてますけども、永茶っていうのもね、知覧茶の中に含まれてですね、本当にね、だらっ広いね、お茶畑が永町には広がっております。とってもね、観光スポットとしてはですね、あんまりね、有名じゃないと思うんですよ。うん、まあそうですね、有名じゃない、初めて聞いた、こんなとこあるのっていうようなとこもあるかと思うんですけども、まあそんなところもね、ご紹介できればなと思います。そんな感じでですね、これからもね、よろしくお願いいたします。予告編ということで、あんまり編集抜きでですね、今回の動画上げると思うんですけど、あんまり気にしないでくださいね。いや、またね、コメントなり売れたら嬉しいです。どこどこ行ってよとか、まあ行けるかわかんないですけどね。はい、そんな感じでね、1週間これから鹿児島楽しみます。ということで、よろしくお願いいたします。とってもとってもね、1週間後にはね、どんなドラマが待ち受けているのだろうか、どんなね、動画をアップするのであろうか、まあ、お時間が許す限りね、ツーリング動画、モートブログ上げていきたいなと思います。はい、そんな感じでどうかよろしくお願いいたします。 Yes!